こんばんは、しめらです。今回はですね、1on4の戦いをお送りしていこうと思います。相手が4人ということで、基本的にはこちらが死ぬ前に全員倒さないといけないということですね。それをですね、4戦ほどやっていきたいと思います。これ飛行機内では、全体チャットにすると聞こえてます、ね、敵型の音声も聞こえますね。地上でも10メートル近い敵なら聞こえる感じですね。さて、今回はなるべくちょっと遠くに降りて気づかれないように、いい武器をまず探していきたいと思います。これ意外に一人の時だと降下しながら他の敵の位置を探るのは難しいところありますよね。それうまいこと3階に降りれましたので、フライパン、まあ、やはり AR が早めに欲しいところですね。お、サプレッサー AR、 いいですね。遠距離攻撃をする、おお、 M4 がありました。これはなかなかいい立ち上がりですね。ここにサップをつけて遠距離から狙っていけば意外に気づかれずに倒すことも可能かもしれません。 M16 もなかなかいいですね。ただ今回はウンピーを拾っております。今ちょっとバッグがないので、早めに見つけたいところですね。やはりバッグがないと物資が拾いにくいので、 ありましたね。これはなかなか序盤としてはいい武器を拾えているような気がしますね。とりあえず相手方が4人ということで早めに人数を減らしていきたいところなんですが、基本的にはまあ相手方はまとまって動くことがやはり多いと思うので、結構1人だけ倒すとかは難しいところがありますよね。やはり補給物資は3ベストと3ヘルメットが確定で手に入るので、なるべく拾っていきたいんですが、まあそれは結構危険ではありますよね。さてどこに落ちるかな。落ちる場所によっては拾いたいところですが、ん、あー、だいぶ向こう側に落としましたね。 S 側ですね。敵方もおそらくこの補給物資には拾いに行きたいと思うので、まあ、結構リスクは高いですが、逆にこのね補給物資を利用して倒すこともできるので、ある意味チャンスでもあるんですよね。ん？こう屋上とかに落ちると結構厄介ですね。屋上かな？ん？下。この近くにいますね。足音がします。だとするとやはりちょっとリスクが高すぎですね。お、でも4倍スコープがここで拾えたので、まあちょっと無茶はしないスタイルでいきますかね。ちょっと離れて様子を見ていきたいと思います。まあ、1ヘルと1ベスでちょっと弱いので、もう少し強い装備が欲しいところですね。大容量マガジン、これは非常に私はありがたいです。やはり30発装填より40発装填の方がはるかに強いですね。意外に40発ですと打ち漏らしがなくなるので、結構大事だと思います。クイックドローマガジンよりは大容量の方がいいと思います。まあ、もちろん大容量クイックドローの方がさらにいいんですが、まあ、ない場合は大容量が優先ですかね。お、2ヘルありました。2ヘルのリベスはまあ大体結構落ちてますからね。4倍。まあ、4倍2個はいらないかな。4倍1個あればとりあえず片方をスナイパーライフル的な使い方でいけるので、まあ、それだけで随分ね、立ち回りが変わってくるかと思います。
あ、6倍か。これはありがたい。やはり4倍よりは6倍です。これで一応かなり遠距離から倒せる土台は揃いましたね。まあ、こうなってくると、建物のね、中での戦いというよりは、外で戦いたい。あそこの物資のそばにいますからね。あ、屋上にいますね。狙いますか。ちょうど。これ M4 の単発時で行ってみます。おお、いますよ、いますよ。頭に2発当たりましたね。あー、倒せないか。いやー、ここで倒しきりたいとこだったんですが、もう一人います。うわー、もったいない。ここで倒しきれないのはちょっと残念ですな。これサプがついてるんで、どうなんですかね。この距離で聞こえてるのかどうか、サプのね、地図に銃のマークが出るのかどうかはちょっといまいちわかんないですけど。どのぐらいの距離まで地図にね、マークが表示されるんですかね。今3階にいる人は伏せてますね。ここだとカーとかじゃないとやはりね、一撃で倒せないですよね。結構このスナイパーライフル、もう気づかれてるかな？スナイパーライフルの単発銃はかなり私好きなんですけど、火力という点ではやはりボルトアクションとかにはかなり劣るので、まあ、一撃で倒せないという弱みはありますね。逆にこの2ヘルとかだと、向こうにカーで一発で抜かれてしまうと倒されてしまうんで、おお、危ない！狙ってるような感じです。これ一応バレてるな。ちょっと無理しにくくなりましたね。今のでね、一人倒せておければだいぶ違ったんですが、ちょっと残念ですね。どうしますかね。こっちに詰めてくる可能性は結構高まりましたが、安全地帯的には結構際なんで、基本的には私は安全地帯の中央付近にいるのが好きなんですよね。ああ、やばい、危ねえ。ああ。いや、危ねえ。危ない、危ない。今のはどっから狙われたんだろう。南側の、多分遠くから撃たれたと思うんですけど。いや、今のはかなりヒヤッとしました。いや、ちょっと1ベスなので、耐久性が悪いですね。そこの壁の裏ぐらいまで詰められちゃいましたね。どうしようかな。これは、やはり多人数相手に、この狭いところで戦いたくないですね。お、なんか、投げ物ですね。2人いるな。これ1回巻きたいですね。接近戦を多人数相手にするのはあまりしたくないです。回り込んでみました。いや、ダメか。危ない。今のは危ない。ちょっと1回巻きます。今いましたね。チラッと見られたかな。ちょっと離れたいですね。アンチを目指しつつ。多角的に攻められるのは一番嫌ですけども、結構ね、それは向こう方もリスクがあるので、片方やられる可能性がありますからね。さ、これでもアンチ的にはこの道路を一回渡りたいぐらいな感じですけどね、向こう側から次のアンチで狙撃したいぐらいの。ただこの世はちょっと賭けではありますね。安全地帯が向こうに寄ってしまうと、ここから出なくいけなくなるので、まあ、最悪スモークで出てくる。あれ？ アンチでダウンしましたね。どうしたんでしょうか。あれ、しかも、一人減っちゃってますね。ああ、アンチでダウンしました。おー、これはどうしたことでしょう。これでも次の安全地帯もこっち入ってるので、かなりいいですね。道路を渡ってくるような展開になれば、かなり狙撃できるので、いいですね。さあ、どうだろう。対岸ぐらいに。全然確認できないですね。どこだろう。ん？足音、正面。あ、いました。よしと。というわけで無事ドン勝ですね。まあ、キルは2人ということで、
まあアンチがね2人倒してくれたので、結構アンチにね味方されたといったところでしょうか。まあ、全体的にはやはり先にね敵を見つけるというのが大きなポイントになったかと思います。まあ、中盤のね撃たれたところは非常に危なかったと言えるのではないでしょうか。はい、では、この後は第2回戦いきたいと思います。いや、ヒヤリとしましたね。めちゃめちゃ悔しい。めちゃめちゃ悔しい。あと一発でやられてましたね。つうか、俺あれなんですよ。フルオートにするの忘れてたんですよ。ああ、そういうことですか。単発で打っちゃった。70点当ててたから、惜しかったですね。めちゃめちゃ悔しかった。まるまる見えてた。いやーし、絶対次はやったやろ。いや、かなり紙一重でしたよ。そうっす。さて、また今回も武器を探しに行きたいと思います。ちょっとさっきよりね中央寄りの建物に降りてみたいと思います。たださっきはねあのスコープもありましたし、かなり引きが良かったので、今回どうでしょうかね。まずはやはりスコープが私は一番欲しいですね。また今回も偶然安納屋になってしまったので、比較的家の中での戦いになりやすくはなってしまったので、こういう時はダブルバレーとかもかなり強いですよね。あ、なんだ結構近くに常にいますね。ああ、そうですか。まだしかし武器がないので、ちょっとエスケープします。さすがに、この状態はやばい。意外に武器が拾えないと、ちょっと逃げるしかないですよね。ちょっと閉めて、いないふりしましょう。DP か。DP はかなり連射性もあるし強いんですけど、まあ、リロードが相当長いという弱点がありますので、まあ、そこがね非常に難しいところですよね。ダブルバレル S1867、まあ、私が好きなのは S686 の2連式のやつですね。やはり一発で撃ち漏らした敵を確実に倒せる2連式は非常に心強いです。最近実装されたダックビルがあると結構ねこの災害も強いんですけども、まあ、ダックビルがないと意外にね瞬間火力が出ないことが多いですね。あー、ウンピーか。ちょっと今回は AR が見つかんないので困りましたね。あー、686、一応ベストも2ベストになったので、一応戦える装備になりつつあります。今回は、どうしますかね。あそこだとでも拾えないですね。補給物資の位置的には、さっき足音があった方なので、あ、2、3階に今ちらっと見ました。どうしようかな。ちょっと、補給物資は拾いに行けないですし、補給物資を拾うところを狙うのもちょっと、ちょっと難しいですね。屋根上なら拾えないんですけどね。でも屋根じゃないですもんね。あ、まだ3階にいますね。お、降りてきた。こっちにでも気づいてなさそう。ああ、補給物資の方に行きましたか。あそこの屋根に落ちたんだ。あれはでも拾えますね。隣の屋根から入れるので。狙えなくはなさそうだけど、
他の人がどこにいるかわからないので、ちょっと怖いところありますね。この壁際にいられたら、やられてしまいますからね。とりあえずアンチがかなり遠いので、もう今のうちに先に向かっちゃいますか。ただ武器がね、ちょっと頼りないですね。近距離なら結構戦える武器なんですけど、遠距離での戦いが厳しいですね。今この原っぱを走ってますけど、こういうところでね、スコープを持たれてる敵に撃たれるとかなり詰んでしまいますね。ただ多分今補給物資の方に行ってると思うので気づかれにくいとは思います。あと物資をね、やはり漁っている時間ですからね。この辺の地形がかなり低めの位置なので、有利さはないですよね。この辺の岩の裏あたりも結構いいんですが、安全地帯の際なので、もうちょっと寄っておきたいですね、中央付近に。やはり第一試合の時と同じように、かなり中央に占拠したいスタイルなので、寄っていきたいと思います。ここら辺まで来れれば一安心。で、おそらく、今こちらはまだ見つかってないと思うのでちょっと様子を見ていきたいですが、これでこちらの方に安全地帯が寄ってくれれば隠れながら撃てるのでかなり戦いやすいですよね。あー、また補給物資が来ましたが、ここら辺に落としてくれればね拾えるんですけど、どうでしょうか。もしくは落としてくれれば拾える上にポイポイ的役割も果たせるので、ちょっと落とした位置が確認できなかったですね。どこだろう。真上なんですかね。真上だとやっぱ見えないですからね、全然わかんない。真上を通過した飛行機なんでちょっと分かりにくくはあるんですが、そうそう落ちてきそうですけどね。あれどこだろう、全然分かんないな。あれば3ヘルと3ベスにすぐなれるのでかなり戦力強化になるんですけどね。場合によってはスコープとか強い武器も手に入りますので。あっちか。それは最悪ですね。そこはダメだ。そこだと拾えないですし、拾われちゃうし、結構踏んだり蹴ったり感がありますな。かなり際に落とされちゃいましたね。今のは何だろう、誤射ですかね。ただまあ、どちらにしてもどちら側にいるとは思うので、どうしたもんでしょうかね。でもしかも安全地帯が結構向こうより今回ちょっと厳しい戦いになっていつつありますが、どうしたもんですかねこれ。隠れる場所があまりないですね。まあ基本的にはそういうなんか麦わらの山とかに隠れたいところなんですが、とりあえず伏せ進行ですね。見えにくい位置に行きたいです。これでもどうしようかな。4人の人たちで倒すのは結構難しいですからね。サブマシンガンはやはり弾の減りが異様に速いので、どうしてもリロードを挟まなきゃいけないっていう弱点がありますね。どうすっかな。ただ隠れて撃つほどの射兵がないですよね、ここは。広角に来られると必ずどこかから撃たれてしまうので、あの壁の裏にやっぱいますよね。でまだあそこ入って、なるほど、ちょっと見えてるけどこれだと撃てないですか。ちょっとこれ見つかったらさすがに負けちゃいますね。
見つからないようにもうちょっと接近戦に持ち込みたいです。それで安全地帯には入れましたし、なんか草が結構高い、これだと見えにくくはあるんですが、こっちも見えにくいっていう、まあ、微妙なところですね。どうしたもんですかね。まあ、ここでもう決戦ですかね。かなりちょっと見えにくいですが、伏せながら打っていきたいと思います。ここでアンチが縮まるので出てきますね。どっかで行くかな。壁の向こう、壁と。もう一人は？ん？あ、見えた。はい。ああ、そこね。ああ、リロード、リロード。やばい、やばい。ああ、もうやばい、やばい。ああ！やったやった。うわー、ショットガンでやられた。いやー、あと一人まで行けたんですが、残念。さて、第3回戦ですね。やはり早めにね、人数を減らしていくのが大事だというのをちょっと今で思い知らされました。まあ、そうなっていくとやはりスコープが命だという感じがしますね。いや、まさかのショットガンでやられちゃいました。やはり最後に4人一気に倒しきるのは結構きついですね。そうですね、最終アンチに4人残れば勝てますね、多分。誰かが撃たれてる隙に。結構草が高かったんですけれども、こっちの姿は見えましたか？見つけましたよ、見つけました。撃たれて初めて分かりましたけど。俺、全く分からなかった。さて、今回はミルタですね。まあ、安内と比べてはるかに、建物量が少ないので、平地での戦いになりやすいということで、まあ、先ほどよりさらにスコープの重要度が増している感じがしますね。まあ、とりあえずいい武器を早めに獲得したいところです。こちら側にちょっと気配がないので、どうなんでしょうかね。西側の方に降りた感じですかね。なるべく早く漁っていきたいところですね。ウージーばっか。いやー、ウージーはね、多分この戦いでは役に立つ。おお、でもありがたい、スカーがってありましたよ。もうスカーが1本あるだけでもだいぶ違いますね。救世主となってくれるでしょう。比較的安全地帯が町の東に寄ってるので、東側の建物、特に、まあ、他の建物から離れているところが強いですね。この建物に接近する前に撃てるような位置がベストですね。なるべく、東の方に行きながら漁っていってます。でニヘルもここにありましたので、まあ、装備としてはだいぶ悪くなくなってきたかと思いますね。ニヘル2ベースぐらいあればね、だいぶいいんですけども、まだ1ベースなので早めに見つけたいところです。ディスカーの弾的にはもう一応十分。お、今回でもいいですね。あの補給物資が多分いない方角に落ちました。これは拾えそうです。おそらく西側にいると山を張ってますので、こちら側に降りてる人はいないでしょう。もちろんこれを補給物資に反応して狙ってくるかもしれないですけども、先にたどり着いてしまえば逆に倒しやすいので。ここら辺にね、補給物資の脇とかに伏せられてたら多分一瞬でやられちゃいますけど、多分大丈夫ですかね。
よし。これはありがたいおぎぶし。これで3ヘル3ベスになりますから、棒が硬い。お、そしてスコープもありまして、グローザ。これはだいぶ強いですね。このグローザをスナイパーライフル的使い方でいきますかね。まあ接近戦になればもうグローザを打っていってもいいと思います。遠距離戦の場合はグローザ単発打ち、近距離でグローザの連発打ちでいく感じでいきたいと思います。でも装備は完璧なので、もう強い石を取りに行きたいところですね。なるべく見つからないように。あとは回復とかがそれなりにあればさらにいいんですが、今のところ意外に見つからないですね。やはり3ヘルがあるとね、一発でやられないっていう、どうしてもね、安心感がありますね。で、ここで西側に寄ってしまったので、ちょっと西に入っていきますが、あそこの2階建て屋上付きが取りたいですね。で、屋上から撃ちたいっていう感じがします。この2階建ては他の建物にやはり比較的離れてますので、下に潜り込まれる心配が少ないですよね。で、比較的安全地帯の中央付近なので、そういう点でもぜひとも確保したいです。まだ大丈夫ですね。中央ドア開けておいたんで、結構来にくい感じにはなってます。どこら辺にいますかね。あ、すぐそばにいましたね。そこの家にいました。で、そこの家に移って、出ていきました。あ、これは、撃ちます。移動打ちで的を絞らせないようにして、倒れます。おお、なんか狙撃されてる。あの赤い建物の方かな？遠くの、あ、ちょっと一回降りますか。遮蔽物としては乏しいので、厳しいな。あの赤い、あ、なんだ、潜り込もうとしてる。これは倒します。これ逃げるとか、あの赤い建物からの狙撃がちょっと食らいましたけど、怖いですけどね。危ない危ない。さて、これで一応あと2人になったんで、だいぶね戦いやすくなってきました。で、あの赤い建物に2人いますね。で、アンチ的にはおそらくあそこは次回で外れるので、そこら辺をちょっと叩きたいですよね。一応3ヘル3ベスだから、ちょっと打ち合いしてもいいんですけどね。どうしよう。ほい。あ、外した。一発。今の頭かな。微妙なとこですね。ただ相手はやはり2人なんで、2人に狙撃されず、いっぺんに。やられてしまいますからね。まあ位置がバレてるのはやはりあまり得策ではないですね。まあ反転自体が意外にこのこっちが端になってしまったので、ちょっと寄っていきたいですね。寄っていきますか。ああ、もうあのとこまで来てる。やばい、危ない危ない。ああ危ない。今のヒヤリとしました。さあ、しまった。危ない危ない。単発のままになった。いやー危ない。反発とオートのこのね、切り替えバスがやばい。投げ物を今しようとしてきたので、そこを倒していきます。とりあえずあと1人になりましたね。でもおそらく接近戦になるので、グローザで倒していきたいと思います。さあ、どこにいるかですね。今投げたスモークが今左に出てるんで、この辺が比較的安全な場所になってます。足音しないですね。どうだろう、まあ、前方の方だと思うんですけど、ちょっと分かんないですね。
今日火炎瓶どっから投げてきたかな。ちょっと投げたところは見えなかったですね。ん、あ、あれですね、こっちですか。これは厳しい勝負になりそうだな。あ、見えました。はい、こんな感じで TPP 試練だとあらかじめ相手の位置を確認してから顔を出せるので、まあ、反応速度的にはこちらが有利になりますね。でなおかつグローザーしたので、まあ、結構ね打ち負けにくい状況にはなってました。さてファイナルの4回戦に行きたいと思います。前回補給物資がねだいぶいいところに落ちてくれたんでかなり良いでしたね。グローザーを拾ってしまいました。ボーグも3ヘルト3ベースだったんで安心感がありました。あー、ガツくこの人にグローザ持たせたらやばいよ。なんだところにグローザがあるんじゃ。えらい強力な武装でしたね。最後は、最後は、あの、一人ずつのやつにしますんで。あ、はい。はい。はい、了解です。はい。さて、今回は、ジョージポル、ジョージポルですかね。比較的ここも荒野が広いので、まあ、武器を拾ったらそちらに出て迎え撃つというスタイルが私は結構好きですね。安全地帯的にも荒野がね安全地帯に最終的にはなりやすいって感じがします。まあ、とにかくにもでも強力な武器が欲しいですね。アサルトライフル、フルオートタイプがいいですね。で、 できればやはりスコープといった感じですね。結構でもこれ最初に武器がないと焦りますよね。安心しないですよね。うわ、全然ないわ。この展開はちょっとね、気持ち悪いですよね。まあ、すぐ接敵はしないとは思いますが、こういうなんかアタッチメントをあらかじめ拾っておくスタイルになってしまうので、ある程度どの武器が来るか、お、AKM がありました。わからないですからね。まあ、とりあえず AKM があればもう一安心ですね。まあ、やはりこの後はスコープが欲しいとこです。おお、 AKM がもう一本。で、7ミリも結構今回落ちてるので、弾数もかなりいいですね。これならフルオートでいくらぶっ放しても、それほどね、弾切れの心配がなくなってきますよね。ただ、やはり、安全地帯が山の方に向かってますので、早めに行きたいところですね。まあもう行っちゃいますかね。もう早め早めで行きましょう。早め早めのどうでしょうできますよ。まあ、AKM があればもう近距離から遠距離までいけますからね。さあ問題の物資、まあ、前回はグローザを拾っているので、まあ、ちょっと警戒されるんですが、ここに残してくれれば拾えるんですが、微妙ですね。建物の方かなこれは。これだと建物の方なので危ないですね。どこら辺に落ちるかな。おそらくこのでかい建物どこかにはいると思うので、拾いに来る可能性はかなり高いですね。それを狙っていくスタイルにしますか。近い。これは狙えますね。どこだろう。車線的にも狙いやすそう。どこだ。
手前のあの、あ、屋上に落っこっちゃった。屋上か。へー、じゃあ屋上に拾いに来る可能性があるってことは、山の上から撃ちますか。ん？あ、いますね。ここ暴れます。スコープ覗いて撃った方が安定しますけどね。視野的には腰ダメの方が広くあります。とりあえず物資ホイホイで1人を倒したのであと3になりました。で、今の建物にもういち早く3階にいたってことは、その建物に他にもいそうですよね。あ、いますね。ここを占拠してた感じですね。一応安全主体的にはこちらがもう圧倒的有利で、こちらに来なきゃいけないので、そこを狙っていく感じですね。プレッシャーはかけていきます。で、おそらくこちらの位置ももうバレているので、まあ圧力には当たってないですね。あ、全然当たらない。スコープ覗かないと弾が散らばってしまいますね。最近のアップデートでアサルトライフルの弾がかなり散るようになってしまったので、スコープを覗かないと集団性が悪くなりましたね。一応安全地帯がそうそう迫り始めるので、なるべく被弾しないようにプレッシャーでかけていきます。さあ、どう来るかな。結構適度にね、角度を変えつつ狙っていくといいですよね。でもちょっと木が結構邪魔ですね。逆にこちらが見えにくいので、撃たれる心配も低くなってますけどね。さて、アンチが来ますね。どういう感じで来るか。あ、屋上出てきましたね。当たんないな。やっぱりスコープないと命中率悪いですね。あ、左から来る。あ、やばい、全然当たってない。あ、少し当てたんだけど。山の斜面にいますか。落されました。あ、ダブルボットに回って近づいていきますか。はい、いい感じで。結構移動中やっぱ的を絞らせにくいのでかなり有効ですね。やはりこのあらかじめ山のこちら側の斜面の方に回り込んでいくと結構ね、戦いやすい感じがしますね。というわけですね、今回は、104の4回戦をやってみました。ご視聴ありがとうございました。